ジョン D ・ディンゲルトランジットセンターは、ミシガン州、ディアボーン・ミシガン・アベニュー21201にある駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。当駅は2014年12月10日に、旧ディアボーン駅が西に 3.2km ほど移動し、当駅の開業に伴い、廃駅となったグリーンフィールドビレッジ駅を吸収する形で、交通の結節点として開業した。 グリーンフィールドビレッジ駅に代わり、ヘンリー・フォード博物館が徒歩圏内となりもより駅となった。建物は、広さ約1500平方メートルの当センターは、大きなガラスに伝統的な赤レンガを組み合わせてあり、切り妻屋根の時計等が配されている。2階建ての待合室には、背の高い丸やアーチ型の窓だけでなく、ルーフライン下の正方形の窓が含まれている。 十分な自然光が一日を通して内部に入り込む。乗客は無料の Wi-Fi を利用でき、敷地内レストランもある。当センターは太陽電池の設置、エネルギー効率の高い照明や地中熱空調システムが備わり、環境に配慮されている。当駅はミシガン州選出で1955年から2015年まで米連邦議員として最長の在任記録を持ち、 対日強硬派として知られた民主党元会院議員ジョン・ディリングルにちなんで命名された。旧駅舎2011年3月アムトラックの停車する列車は下記の通り。バスは地域交通を担うサバーバンモビリティ、地域交通局に乗車することができる。ありがとうございます。